キオスクのおばちゃんに差し入れもらった駅員さん。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、あ、いいんですか、もらって。え、嬉しいです。ありがとうございます。いや、全然食べます。なんですかこれ。え、わらび餅。あ、いただきます。ありがとうございます。お、みんな、キオスクのおばちゃんにもらったよ。え、わらび餅っぽいね。うん、後で食べようよ。おい、毎日いるんじゃないかってくらい目撃する、駅を掃除するおっちゃんと話す駅員さん。はいはいはい。いや、そうですよね。でも大変だと思いますよ。いや、でも最近雨ばっかじゃないですか。余計なんか汚れてないですか。いや、さっきもあそこの階段のとこね、汚れてましたよね。あ、山本さんやったんすか。お疲れ様です。ありがとうございます、本当。あー、そうですよね。え、今日泊まりですよね。明日はどうですか。明日も泊まりですか。いや、めっちゃブラックじゃないですか。まあ、もう慣れたもんですよね。いや、そうなんですね。はい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 。あ、でもそうですよね。娘さんもそうですよね。いるんですもんね。いや、大変ですよ、それは。あ、なんか無線鳴ってますよ。呼び出されてないですか。呼び出されてますよ。はい、お疲れ様です。話長え。